西の駅、中山盆地です。高山村にいます。あ、光くんだって。牧水さんの可否があるんだね。現在地、高山温泉、伊吹の湯。もう、諏訪津ヶ森、総ヶ森。まあ、知ったか人形、北向き観世音。そうですね。高山高原牧場。まあ、県立群馬天文台。じゃあ、奄美見ますよ。はい。奄美くんの登場です。ここにね、田んぼアート。アマビエとは、江戸時代に疫病退散に御利益があると信じて、祈願したそうです。はい、まあ、左の、ね、字は祈りの字ですね。本当だ、面白いアマビエですよね。はい、これが、まあ、高山村にある西の駅中山盆地南側、まあ、田んぼアート、まあ、令和2年はアマビエです。西野駅さんの建物ね、ここにね、新しくね、足湯、できたんだね。あ、面白い。これはこれはすごいよ。そうだな。ここら辺でいいのかな。じゃあちょっと入ってみますね。はい、それでは、こんな感じでね。面白いね。深いですよ。入ります。熱っ。ははー。これはいいお湯ですよ。30分入ってると汗かきますよ、これ。伊吹の湯ってこんな感じのお湯なんだね。まあ、ちょっと入りたいですね。
これは意外な展開でしたね。まあいつ頃からできたんでしょうね。いい景色ですね。あ、ちょうど目の前にはですね、群馬天文台が見えてます。もちろんね、高原牧場、まあ、歩いて、まあ、展望台まで行くっていうのもいいけど、まあ、群馬天文台も歩くっていうのもちょっと距離がありすぎるから、あの伊吹の湯に入りに行くっていう方向でいいですかね。なんか一番楽なものを選んでるような気がするけど。いいお湯だね。あれ、お湯止まりましたよ。面白いね。今日はここまでですよってお湯が止まりました。まあきっとね、この木自体が、まあ、ヒノキなんだと思いますよ。やっぱりかけ流しってわけにもいかないのかもしれないね。サービス部門だからね。でもね、また私の動画で紹介して、まあ、ここまで足湯に来るっていうね方もいるかもしれません。まあ、その時に何かね、お土産みたいなものを買っていくかもしれないから、まあ収益には貢献できてるのかなって、そんな気もするし。あ、この足湯がね。いやー、いい湯だ。まあ景色映した方がいいような気がするな。あそこの正面にね、まあ少し平らになってて、まあ銀色に輝く建物が見えると思います。まあ、上部にはね、ドーム状の望遠鏡だと思う、思しきものが。はい、こちらがね、道の駅中山盆地にできた足湯です。いいお湯ですよ。皆さんもいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。はい、あれからね、まあ5分と経たずにですね、またお湯が出始めました。まあ、どうなんでしょうね。まあ、ちょっとした、まあ、休憩っていうか、まあ、インターバルだったんでしょうね。
んだろうな。